北条古墳は兵庫県丹波笹山市細工所にある古墳。形状は宝墳。兵庫県指定史跡に指定されている。墳町丹波笹山市東部、篠山盆地東園の独立丘陵の先端部に築造された古墳である。これまでに、墳急北側で、再度工事による作兵を受けて主体部が露出し古墳と判明したほか、1963年に、 多滝学生地方史研究会による測量調査が実施されている。噴径は方形で一辺35メートルを測る。噴球は2眼蓄成。噴球表面では円筒埴には、軽症派にはが検出されている。主体部の埋葬施設は粘土核と推測される。副葬品としては鉄拳、または鉄槍があったとされる。 この北条古墳は古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。篠山盆地では丹波地方で最大規模の雲部車塚古墳の築造が知られるが、本古墳は雲部車塚古墳の先行主張簿と推測される。また、篠山盆地では多数の円墳が分布するが、盆地東部では本古墳や姫塚古墳といった方墳が分布する特徴がある。 同時期の豊墳の築造は、福知山盆地や亀岡盆地でも知られ、それら地域との政治的関係を指摘する説もある。古墳域は1970年に兵庫県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。